リゲルは、オリオンザ・ベータ星、オリオンザの構成で、全点21の一等星の一つ。冬のダイヤモンドを形成する構成の一つでもある。ベータ星ではあるが、平均四等級の数字では、アルファ星のベテルギウスよりも明るい。ベテルギウスは、半規則型変更星でありこの極大気にのみ、明るさが逆転する。平均指等級は0.13等で、地球からは、 約860光年離れている。主星は明るすぎて正確なしさの測定が困難とされてきた青色調巨星で銀河系において肉眼で見える最も明るい恒星の一つであり、太陽の12万から27万9000倍の高度を持つ。質量が非常に大きいため、中心核での水素の核融合はすでに終了し、現在はヘリウムからなる。 中心角が収縮している段階にある。そのため、半径は、太陽半径の79倍から115倍まで、膨張している。白鳥ザアルファ型変更性に分類され、およそ22から25日で変則的に0.03から0.3の範囲で等級を変化させる。番星リゲル BC を持っており、主星よりも1、500倍暗く。 望遠鏡でしか観測できない。さらにリゲル BC はそれ自体がリゲル B とリゲル C からなる連星で、リゲル B はリゲル BA とリゲル BB からなる文光連星である。コンピューターで描いたリゲルと太陽の大きさを比較した画像。左端の小さな円が太陽。実際にはリゲルには黒点は存在しないと考えられている。数千万年後には ヘリウムの核融合が始まって赤色超巨星となりさらに重い元素の中心核が形成され超新星爆発を起こすと言われている一方で恒星風によって表層から大量のガスが急速に失われており数百万年経過すると超新星爆発を起こせなくなるほど質量が減り最後はネオンと酸素で構成された白色矮星となって 星としての生涯を終えるという予測もある。リゲルは、少なくとも1822年には、フリードリヒ・フォン・シュトルーベによって、実施連成として観測されている。しかし番星リゲル BC は、数百倍明るいリゲル A に近すぎて邪魔され、合計1 5 0ト、mm、ルクラス以下の望遠鏡で、観測するのは困難である。リゲル A とリゲル BC は、 平均 2500AU 以上離れた軌道を24000年から25000年以上の周期で好転していると考えられている。リゲル BC はその名の通り、リゲル B とリゲル C からなる連星で、平均約 100AU 離れた軌道を63年、約400年周期で、共通重心の周りを好転している。リゲル B はそれ自体が、分光連星で、リゲル BA と、 リゲル BB が9.86日周期で共通重心の周りを交点している。3つの構成はいずれも B 型主系列星である。さらにこの4つの星の外側 11500AU 離れたところにある K 型主系列星が万星、リゲル D の可能性がある。万星だとすると25万年周期で交点していると考えられている。質量はそれぞれ。 太陽の23倍、3.84倍、2.94倍、3.84倍、0.38倍である。バイエル符号での名称は、オリオン・ザ・ベータ星である。リゲルの名称が、最初に記録されているのは、1252年に、作成された、アルフォンソ天文表である。日本星名辞典に掲載された図と注釈の再現、リゲルの和名は、現時性とされている。 この和名は、原平合戦にちなむ紅白に由来するものだが、当初は現在と逆の解釈があった。岐阜県において、平家性、源氏性という方言が見つかっている。これは、昭和25年に、野尻法英に報告された方言であり、ベテルギウスの赤色とリゲルの白色を源氏と平家の、旗色になぞらえた表現に由来したと、解釈されている。野尻は、 農民の星の色を見分けた目の良さに感心し、それ以後は、渋谷のプラネタリウムで解説する際には、平家星、現時星という名称を使用するようになった。天文史図鑑、野尻宝永や藤井明の著書をはじめ、多くの本で、リゲルの阿弥を、現時星と特定した上で、義父の方言であるとしているにおいて、リゲルを、平家星とする、村の古老が一名いたことが、 のじり放映によって紹介されており、民族学の見地から異論を唱える研究者もいる。また、増田正幸は、昭和60年に、富山県高岡市の私立不識小学校において、リゲルを、現時性とした方言を見つけている。また、滋賀の虎姫でリゲルを、銀脇とする方言が発見されている。これは、オリオン座の三つ星の脇にある関係とベテルギウスの、 金色とリゲルの白色とを見分けた表現から来ている。このように星を色で見分けた表現は、世界的に類を見ないと言われている。その他、リゲルが関係するアステリズムの方言は、リゲル関係の方言を参照。中国では28宿の伸縮第7世。ありがとうございます。